はい、どうも、ゆきでーす。今日はですね、こちら、テトラテスト。アンモニア試薬ですね。これをですね、使って、いきたいと思います。こちら、今はザリガニと、あと、エビちゃんですね。の、水槽になってます。まあ、これが、まあ、本水槽なんですけどね。まあ、こちらのね、水質をね、測っていきたいと思います。で、あるのがこの、ポンプっていうか、なんだっけ。これ水作の、ね、やつですけど。まあ、これでどれだけろ過されてるかっていうね、問題ですけどもね。測っていきたいと思います。はい、ということで、それではね、テトラテスト。こちら Amazon で1200円ぐらいで購入いたしました。25回分となっております。まあ結構、腰爪とかでも、これされてる方がいるんですけど、魚に有害なアンモニアね、をね、シェイク。中にこういう、試験管みたいなのが入ってて、はい。いるわけですね。で、あとこの3つのね、やつ。で、この中で、いろいろ問題になってるのがこちら。3番のね、試験の、薬なんですけど、これがね、蓋がね、これ全然開かねえと。これどうなってんだこれと。いうのが結構腰爪でも問題になってます。これはね、ググったところによると、この蓋が昔はこのちゃんと、前の昔の蓋だったらしいんですけど、昔はこういう蓋だったらしいんですけど、最近になってこう変わった二重の蓋になっていってしまったという、書いてあってですね。まあ、結局、この薬がかなり、多分危険な薬なので、誤飲を防ぐために、こういう蓋になったと、書いてありました。で、これの開け方なんですけど、じゃあ、俺もよくわかんないね。一応、見たところによると、この蓋をね、ここの部分をしっかり持ちます。で、思いっきりこうやって、これ二重になってるらしいんですよね。この蓋の中にもさらに蓋があるらしいんで、その、パワー、結局力を思いっきりこうやって込めて、ここを持ちます。そんで回すと、分かったかもしれない。このさ、ここの部分、これ二重にこう、下の部分をこれ押さえるんだ。わかったわかった。この下の部分を、この下のね、ここの、こっちから下の、この、ここの輪っかの部分を押さえて、で、この蓋を思いっきりこう掴んで、回す。あれおかしいな。いて。あれおかしい。テトラテスト。あれおかしいや。そう書いてあったんだけどな。テトラテスト。アンモニア試薬。キャップの外側を押さえて、内側のキャップと一緒に回してくださいって書いてある。言ってる意味がよくわからない。言ってる意味がそもそもよく、もう開いてる。開いてた。
え、いつ開いたの？え、あ、やっぱ多分、これ下のそ、これ関係ねえわ。わかった。開け方わかった。なんか開いてた。うん。あのね、おそらくですけど、この下の、この輪っかみたいな部分は、これ関係ない、みたいです。ただ単に、この、ここの部分を押さえて、こうやって掴んで、で、思いっきり掴むんですよ。おそらく。力入れて掴んで回すと、開くみたいです。うん。開いてましたね。で、で、そうするとこういうのが出てきます。ね。で、ここに穴が開いてないらしいので、この、ここの部分の、ここにトゲがあるんで、これを、こうやると、あ、開きましたね。ちょっと飛び散ったな。危険な薬っぽいんで、多分。おそらく。で、閉めるときは、この二重の蓋ごと、こうやって閉める。あー、はは、わかった。完全に理解した。これあれなんだ。そういうことだ。普通に回すとね、力入れないで回すとこうやって空回りするんですよ。で、これで赤ちゃんとかが、開け方わかんないから普通にこうやって開けようとすると開かないでしょ。こう空回りするからね。で、大人が開けるときは、ここを思いっきり掴んで、思いっきり掴まないと、結局内側の蓋もう一緒に掴む感じで、思いっきり力を込めて掴んで回す。ああ。これで開くんだ。ほら。なるほどね。そういうことか、誤飲を防ぐためっていうのはそういうことなんだ。多分、YouTuber 初、俺が見た動画では、俺が唯一この蓋の開け方に、成功し、他の人たちペンチとかでね、思いっきり開けてこの蓋ぶっ壊してるんですよ。まあ、事実ね、説明書とかにもう何にも記載ないらしいんですよね。書いとけっていう話よ。まあいいや。開きました。テスト方法。テストする。水槽水で試験管をすすいだ後、水槽の 5ml マークまで入れます。重要、テストする水槽の、温度は20度から30度の範囲でなくてはいけませんって書いてあるけど、俺のそこの水槽16度なんだけど。まあ、いっか。16度しかないんだけど。まあ、いいよね。じゃあ、ちょっとこれ、5ml、ここら辺まで、水入れます。はい。5ml まで水入れました。よしと。で、試薬を、14滴1。試薬丸1を、このでかいやつですね。
この丸一を、うわ、なんか、うわ、なんだこれ。なんか塩みたいなのがついてる。これあれだろ、絶対。塩みたいな結晶化してる、試薬が結晶化してるんだけど、これを14滴入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14滴。うわ、これ絶対やばいやつだぞ。これすっげえ結晶化してる。14滴入れて、んで、蓋を閉めて軽く振ります。振りました。試薬2を7滴入れます。2、丸2、7滴。1、2、3、4、5、6、7。こっちは結晶化してない。7滴入れます。そして、軽く振ります。はい。で、3を、7滴入れます。とうとう出ました。問題の3。7滴。1、2、3、4、5、6、7と。7滴。ちょっと。お、色が変わってきましたよ。で、終わった。軽く振ります。言いました。発色まで室温20分放置らしいです。ということで、これから20分放置します。はい。はい、20分経ちました。それでね、この中で、こうですね。うん。一番近いやつを、あれするんだけど、まあ見た感じ、黄色一番上0ですね。ああ、よかった。0です。ほら。多分0です。これおしっこの、あの、末期機のおしっこが出た時の色ね。まあ、これ見た感じ、うん。まあ、黄緑ではないですね。末期機なんで。これ一番上です。やりました。0です。やったぜ。ということでね。以上でした。それではご視聴ありがとうございました。